さんお疲れありがとう。メールとツイートの身内感濃すぎて草？どういうこと？今日のツイート緊張気味だったね。本当？緊張っぽかった？今日スタジオでの、そうだよ、放送だったよ。メイクしてるよ。角吉さんハートありがとうね。え、癒された声に。嬉しい、よかったです、よかったです。ジョニー平田ヒャンバラありがとう。いっちゃんかわいい、ありがとう。私の声好き、嬉しい。キヨニーお疲れありがとう。角さんバラありがとう。それ山さんだるまありがとう。え、私ニャンコスターでさ、スタジオでさ、でこれですかってやっちゃった、うん、マジ違った。虹優の迷宮ハッピーだ。トゥルルルトゥルルルルルトゥルルルトゥルルルトゥルル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 ル。それ山さんだるまありがとう。以上はやたありがとう。タレ太郎さんかわいい、ありがとう。19日お話し会待ってます。海外っぽいメイク、ほんと。水源スピリットさんお疲れありがとう。ご飯、夜ご飯、野菜ジュース。斉藤京子さん、ラジオ向きな声、ほんと。え、いいよね、めちゃ私もこの服好き。いいですね、嬉しい。だからリコッチカラーは紫色にしたの。ブログの写真も良かった、やった、声が良かった。タレ目かわいい、タレ目。そう、にゃんこスターかと思った方、違った、迷宮ハッピーだった。でも迷宮ハッピーめちゃくちゃよく聴いてる曲だったから、え、コードがずっとあの進行だから、あれなんだみたいな。ハッシーさんだるまありがとう。ラジオ向きでした、嬉しい。3ヶ月後マジ。そう、緊張感あるゲストの方、ほんともう素晴らしいみたい。リコチ K-POP、 K-POP、 あ、なんかK-POP ね、K-POP あんま聞かないかもしんない。え、なんか喋りたいな。オンラインお話し会でなら K-POP の話できる、私が知ってる K-POP の話できるからしたいな。こうやって、ん、これですか、んってしてた。あ、違ったってなった。服めっちゃ薄くないね、失敗した。でもいいよね、これまだな、着れてなかったから着た。薄っ、心配しないで、綺麗、嬉しい。うん、緊張バクバクだったよ。ギフミンさん、さやまりゅうありがとう。プンプンゴロー、トゥンドゥロ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 ン、アイス2個あるよ。まあメール取ってくださってることは知ってると思うけど、それ40年間でしょ、 T スクエアさん、 T スクエアさんは。だからすごくない？だって私の2倍だよね。 F1 シンガーサールさんハートありがとう。興奮したの。シンガーサールさんバラありがとう。おこさんだるまありがとう。でもすごいなんかプシューって感じだよね、すごいブン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 みたいな感じ。でもいい、なんかすごい私全部好きだった、すごい目がかゆい。音速の貴公子アイルトンセナ、うん、知らないの。私ね、あんまりそういうタイプのね曲聞いたことがなかったの。歌詞がない楽器だけの音楽を聞いたことがあんまりなかったから、すごい今回の恋ラジで新たな発見ができてすごい嬉しかった。楽しかったし、
本当にすごい人たち。でもいい曲だよね。いいよ。びっくりした。え、マジびっくりした。今ここのインスト曲って言うんだ。なるほどなるほど。ハイタイム感想のコメント上手だった。本当アルバム持ってる。感想のコメント上手だった。嬉しい。そこを褒められてるの初めてだから嬉しい。ぷんちゃんハートありがとう。ピーチボーイピーチボーイ。あ、竹取の大きな読んでないよね。テイクハーホーム、トゥックハーホームした竹取の大きな。昨日終わり方が変だった。こんばんは。グリッドの曲はドミニオンのサントラ。ドミニオンのサントラって言うん。そうなん。ドライブするときに聞くすね。絶対いいよね。気分上がるよね絶対。嬉しい。そうやって褒められると嬉しい。名探偵コナンなの。コナンあんま見てなかったから見れるかな。なんなん。ちなみにトゥクハホーム、そうだよトゥクハホームのあれだよ、沖縄だよ。スレモさんハートありがとう。嬉しい、楽しみ。私リスナーさんからのリクエスト。何のこと。こうカニハニハ、コニハニハ。1週間、お、マジ1話。本当。あらま、生まれる前1話があるの。コナンの2週続けて最高じゃん。ここ切りたいな前髪。いっかこのまんまで。ワンツースリーフォーよろしく。ファイブシックスセブンエイトツツツツルル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 ル。スケモンさんバラありがとう。ヒロチンかわいい、ありがとう。リコだよリコだよ。あ、小さくなったメンターってなんだ。そうなんだ。え、小さくなったのをやるんだ。こんばんはリコチ。それかナコいいかと思った。なんで リコチのリが何なの。こにはこんばんはにってんなん。こにばにはラジオね。そうだよ、いっぱい歌聴いてるよ。ワンツースリーフォーよろしく。ゆさけさんハートありがとう。はっしーさんだるまありがとう。お、アイカーブでアーカイブで聴いてくれるなんて嬉しい。だね。恋をすると早起きになるよ。何その、聞いたことある気がする。ワンワン、ひろちん、コスモさんありがとう。いっちゃんかわいい、ありがとう。事件なんだ。じゃあ初心に帰ろうみたいな感じなんだね。あきやんさんだるまありがとう。初心に帰って、それじゃん。恋をすると早起きになれるって、ワンツースリーフォーよろしくの歌詞やん。聞いたことあるなーと思っちゃったら、それだ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 。2番目ぐらいに出てくるっけ。うろ覚えだよまだ。恋ラジお疲れ様でした、ありがとう。こちらこそ聞いてくれてありがとう。今日は木曜日、日記書こうかな今って思った。忘れんうちに恋ラジのことを書いちょこうって思った。
どうしよう、どうする。今日は早めに寝る。多分8時ぐらいにお風呂に入ろうかな。わかんない、入れない気がする。クリスマス、バレンタインデー、あ、それだそれだ、誕生日、これが恋の三大きっかけでなんだって。じゃあ聴こうよ、今から音楽、音楽今から聴こうよ。日記って毎日何行くらいなの？いつも3ページは持った、3行、あ、ここにあった、3行とかだけど、最近は1ページ書いてる。あ、そういうことね。うん、あ、なるほどね、リーに似てる、なるほどね、面白い、見守ってください。早すぎ、そう、今日早く寝て、なんかアニメ見たい、だから今日は布団引いてアニメ見ながら寝る。よくない？なんか声ラジ中にお腹が鳴ってすっげー恥ずかしかった。って書こう。マスノリさん、かわいい、ありがとう。言ったっけ、ごめん、2回も言ってたら。マジびっくりしたもん、キューみたいな。それで森光さんが隣にいるんだけどさ、森光さんがってした。え、聞こえなかったよね、聞こえましたか。すっげー悪い言葉は使わない。すっげーって悪い言葉か、ごめん。お腹の音バレた？あ、聞こえなかった、よかった。よかった、マジ安心。聞こえてたら恥ずかしいもん。よかった。やめてよ、音確認しないで、大音量とかにしそうじゃん。うん、今それを書いた。あ、案外聞こえないんだ。あれ、よかった。え、雷めっちゃ鳴ってんの、大丈夫？やめてよ、アーカイブで確認だなんて。分かんない、いつ頃ぐらいかな。野口さん、ハートありがとう。明日雨なの？明日もうお家に引きこもれるかな、引きこもりたい。何があった？お家のお布団にこうやってくるまってアニメ見ながらずっとってしておきたい。やめてよ、聞かないで、アーカイブで ASMR もうキューみたいなってなっちゃった。そうだよ、サウンド ASMR マットなし、やめてよ、聞こえないから大丈夫。本当？リコチと同じでお腹の音もうるさいんですかね。カフ、うん、カフって何？大きいですか？大きいですか？います。あれはやったね。読まれてたよね、ケイティさん。おつけろ、ありっこい。263日おめでとう、ありがとうございます。ついに263日ですね。眉毛薄くなった？薄くなってなかったね、野球の時読まれてたよね、覚えてるよ。スエナディファーテド、
カフはスタジオ内のマイクの音声をオンオフするスイッチです。あ、ついてます。普通になんか森光さんが喋ってた気がする。ツイートで見た。あ、やったー。あ、そうなんだ。森光さん、あ、違うな、久方さん、土方さんが喋ってる間だったかも。え、今日何書くべきだろう。あ、もっと人の話をよく聞いてコメントする。なるほどね。そうだよ、工藤の日だったの。あとはリコを数字で表したらね、354だよ。3のリ、5のコ、シのチ、リコチ。工藤の日だね。工藤の日って書いちゃおう。ふうくん、ハートありがとう。そう、反省点と改善点書いてる今。もっと人の話をよく聞いてコメントする。あとなんだろう。語彙力身につけなきゃダメ？頑張ってるよ、私語彙力つけるように。サルヤマさん、だるまありがとう。もう最近頑張ってるよ。語彙力ないもん私。でもいろんな表現の方法とか勉強してるよ、ちゃんと。じゃあ反抗したかったけどちゃんと。でこちらしいですか。ちは4だよ。41でもいいね。確かにリコイチ。じゃあ私チにしよう。351にしよう。リコチ。そうじゃん。レッドさんハートありがとう、ね、頑張ろう。反抗期、抵抗期、何それ、抵抗期。山口県のテレビ映らない気がする。そうだね、語彙力。テラさん素敵なバラをありがとうみたいな感じかな。レッドさんハートたくさんありがとう。351にしよう。リコチはでも私3も好きだし5も好きだし1も好きだから。なぜなら3は私のお誕生日でしょ。私の好きな好きな数字で、5は私の好きな、あ、ママの好きな数字で、1はなんかお兄ちゃんって感じがするお兄ちゃんって感じがするから、全部好きなだらけだから351いいですね。絶対に髪切らないでください。ワン、ツー、スリー、フォー、よろしく。なんか今日は似合わない今日は似合わないかも。おー、うん、パンケーキ。910351です。
そう言われると切りたくなる。切りなよって言われたらはって切らんしってなる。ロングチだよ今日。ロンチロンチ。そう、一お兄ちゃんっぽい。パパも一って感じする。家族って感じ。チェイちゃんも一だ。ポポタンは三。リコチ、よさあけさんハートありがとう。反抗期だよ。でもどうする、こんぐらい短くなったら。反抗期。天のジャックバット、ワンツースリーフォーよろしく聞きたい。ブブカチもラブラブ。今日はすごいいい子の一日だった。すごく、なぜいい子かと言いますと、しなくちゃいけないことを全部したから。でもまだしなくちゃいけないことは残っているから、全部じゃなかったけどやり遂げたよ。クリスマス、バレンタインデー、誕生日、これが恋の三大きっかけでなんだって。よく注意しないとさ、恋に恋してることがあるんだって。恋してる自分が好きみたいな。恋をするとね、朝早起きになるんだって。言う？知らない。
さん、ありがとう。あ、恋ってさ、しようと思うとできなくって、今はいいやと思うと現れるんだって。りっちゃん、ありがとう、ありがとう。みずちさん、ありがとう、ありがとう。なんかパスワードの発音がめっちゃ好き。パスワードみたいな、そこが好き。古畑奈央さんはめちゃくちゃ好き。そういうとこあるよね、でラブになっちゃった。もう一個聞きたい。愛してラブルとか意外にマンゴーとかが、あの SKE さんの曲って聞いて、あと孤独なバレリーナとかコケティッシュ渋滞中も SKE さんの曲って知って、そうだったんだってなった。そう、12月のカンガルーも好きです。うん、パスワードは910351。あれ、泣くも泣くもない、いいんじゃない、なんなんなん、そういった泣くもない、泣くも泣くもない。おおあおあお、めっちゃ好き、ここのあ、古畑奈央さん、まだ歌えない。このステップが可愛い。赤い靴履いてる人が誰なのか知りたい。あ、みんなに聞けばいいじゃん。私も須田あかりさんが好き。うん、赤い靴、なんかダンス全部さ、ダンス全部のやつ見てるんだよね。ダンスを見たいから、ダンスのやつ見てるんだけど、赤い靴履いてる人が最後にめちゃくちゃカメラによってすごいうーみたいな感じだったから、すごいこの人楽しそうって思って、カメラに楽しんでた。そこだけ
横の振りが好き。うんってなるやつ。お願いします。ヤッホーです。なるほど。わかんない、赤い靴の方はわからないまま終わっちゃうみたい。バイリンガルさん、花束ありがとう。これも聞きたくなっちゃった。あつっかり？20% だった。
とう。タネ太郎さん音符ありがとう、ありがとう。私も世界で一番いい歌だ。やった、いい歌だよね。チュリさんか、なんかチュリさんコメント欄とかでチュリのピヨピヨみたいな、チュリのピヨピヨダンスみたいな。なるほど、ありがとう教えてくれて。その方なんだ、知れて嬉しい。その人すごく好き、ありがとう教えてくれて。調べてみよう。ひよちんさんかわいい、ありがとう。やっぱ遠いからさ顔とかわかんないじゃん、だからずっと誰なんだろうって思ってて。へえ、あ、この人だー、この人じゃない、この方。そうなんだ、この方だ。知れた、嬉しい。そうなの？わからない、友達と誕生日が一緒ってことだけわかった。最近はその曲よく聴いてた。なるほどです、すごくあれを知れてよかったですね。じゃあ他に何聴こっかな。ね、分かってすっきりだよ。これ聞いてる最近。これ聞いてます。
もダンスも可愛い。見てた？本当？そう、MV がめちゃくちゃ好きなの。いや、すごく好き。でもまだ歌えないんだよね。かなぴー。あとこの曲、この曲いいって聞いた。頭でドラム叩いてる人。一番なんかペダル感があって好き。あとはこれ、そうなんだよ。ゴーゴー、日々さ、桜みんなで食べたマンゴー。みんな早送りカレンダー好きだよね。教えな、さとしんさん、コスモスありがとう。そう、さあ、ワンツースリー、始め
なんかあのカレンダーサレンダーなネバーみたいな、なんかそういう感じがすごい好き。いいですね。ちなみにこの MV が一番好き、言ったかもしれんけど、なんかこれの衣装が可愛いんですよね。ネクタイがピンク色の桜になってる。あとスカートの上の後ろのねリボン、ちょっと腰についちゃうリボンもなんか桜のピンクで桜の形になっちゃって可愛い。桜みんなで食べた。最近気になってます。私も気になってます。これ気になってます。
でもごめんね、犬かきめちゃ好きなんだが。逸材さん、ミラボールありがとう。めっちゃおもろいわ、ごめんね犬かき。めっちゃ好きやわ。あと何が好きかな、犬かきめっちゃ面白い。あ、これ。あ、違った。ピアン、ピアンって言っちゃった。AKB さんの曲って本当たくさんありますよね。あ、また。でも多分他は違うかもしれない。そう。あ、これ。これし、これ好き。でも歌えないよ。めっちゃ可愛いですか？ゆちさんありがとう。これは歌える。めっちゃ最近口ずさんで、
私メロン？どういう意味？マンゴー私フィリピンの朝ごはんで毎回食べてた。どや？マウント取るやつ。私マンゴーフィリピン朝ごはんだったよ。はい、視聴中です、ありがとうございます。可愛いからフォローってありがとう。そう、フィリピンではマンゴー朝ごはんだよ。突然オレンジ。意外にマンゴー、意外に当然か、そっか、当然オレンジ。そう、マンゴー美味しい、なしで我慢。そう、お手頃です。セレブじゃないよ、だってフィリピン、フィリピンはフィリピン、フィリピン結構なんかなマンゴー作ってる。でもなんか美味しかったよ。でもなんかの意味。朝フルーツ好き。お祭りマンゴーはやばいって、今日絶好調じゃん。絶好調。